エマ・エマは2020年に公開されたイギリスのドラマ映画である。監督はオータム・デ・ワイルド、主演はアニャ・テイラー・ジョイが務めた。本作はジェーン・オースティンが1814年に発表した小説エマを原作としている。ワイルドは長らく音楽業界でカメラマンとして活動してきたが、本作で映画監督デビューを果たした。なお、本作の現代に、 ピリオドが付されているのは本作が歴史ドラマであることを明示するためである。本作は日本国内で劇場公開されなかったが2021年5月1日より iTunes での配信が始まる予定である。エマウッドハウスは裕福な家に生まれ育ち美貌と教養を兼ね備えていた。そんなある日、エマは友人の花婿探しに乗り出すがことは 彼女が思っていたようには進まなかった。本作はエマがいくつかの挫折を通して精神的に成長していく姿を描き出す。カッコ内は日本語吹き替え。2018年10月25日、アニャテイラー・ジョイが本作の出演交渉に臨んでいると報じられた。12月20日、ジョニー・フリンの起用が発表された。2019年3月19日、本作の主要撮影が始まった。 21日、ビルナイ、ミラゴス、カラム・ターナー、ミランダ・ハート、ジェマ・ウィーランがキャスト入りした。11月21日、イソベル・ウォーラ・ー・イコール・ブリッジが本作で使用される楽曲を手掛けることになったとの報道があった。2020年2月14日、バックロット・ミュージックが本作のサウンドトラックを発売した。2019年11月21日、 本作のティーザートレーラーが公開された。12月16日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。2020年3月中旬、アメリカで新型コロナウイルスが流行したため、多数の映画館が閉鎖されるという事態が発生した。そのため、配給元のユニバーサルピクチャーズは20日に、本作のデジタル配信を開始した。本作は批評家から絶賛されている。 映画批評集積サイトのテ点トマトズには98件のレビューがあり、批評家支持率は88%、平均点は10点満点で7零1点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、古典となっている原作小説の精神を丸ごと破損したという点においては、他の映画化作品の中に、エマエマよりも優れた作品があるかもしれない。しかし、 ジェーン・オースティンの小説のファンは同作を大いに楽しめるはずである。となっている。また、メトクリティックには30件のレビューがあり、過重平均値は68、100となっている。本作での演技によって、アニャー・テイラー・ジョイは第78回ゴールデングローブ賞の主演女優賞にノミネートされた。ありがとうございます。